あのコンテンツが。いやダメかー。ニコ動は復活してほしいけどね。いや、それ欲しいよ、うん、俺だってニコ動楽しかったし、学生の時。まあでも復活するかしないかと言ったらな、しないだろうな。だってじゃあどうやったらニコ動使う、逆にどうなったら YouTube より、 YouTube より投稿する理由がないとダメじゃん。僕は今現状、あのやっぱコメントが流れるあれは強いなと思うんですけど、まあ特許持ってるもんね。そう、僕ただあれをあの民度が低い層に渡しちゃったのは大問題だったなと思って、あの定型文をなくせばいいんじゃないかと思います、ある程度。ああ定型文だから、なんか要はなんだろう、あれっすよ、今何年見てる、何々 何年何月何々見てる人みたいな、ああいうのとかみたいなのとかをなくしたりとか、歌詞打てるコメントとか使えるのを、あのなんつったらいいんですか、あの有料会員だけにするとか、それこそ、はあ、まあ自由にコメントを流せるのが強みの場所で、自由にコメントを流せなくなるってことでしょ、それ。まあ極端、極論、ね、極論、うん、ただなんか、ね、そこの、でも普通に言いたいことはでいいと思うんですよ。ただその他の人の邪魔になることをしちゃいけないっていうのは結構あのそこがラインかなと思ってて、ああ、まあそこは今でいくとモラルの話だよね、そのユーザーの。いや、それはただもうユーザーに求めるのは無理なんじゃないかと思って、うん、そう、ユーザーに求めては無理だけど、運営が規制したらうわつまんなって終わりか、それか何年何月何日何年見てる人ってコメントがなくなる代わりに別のまたうざいのが出てくる、出てくるって、いたちごっこな感じはするんですよね。復活してほしいんだけどな。難しいね、はい、いや何がいいか悪いかちょっとよくわかんない。じゃあやりましょうか、はい。今日さ、10月10日でドラムの日だって知ってた？知ってますよ。あれウケるよね。あれもそうです。そういう入りなんですね。なんなら今回ってることすらどっから回んのかなって思ってました。あれなんなん、てんてんってこと？なんかあれ、てんてんてんってスティックとなんかのか、あれがなんだっけ、スティックと太鼓、スティックと太鼓だから多分そういう感じじゃないですか。あ、そういうこと。その俺なんか銃だからてんてんってこう叩く音が太鼓の音だからみたいな。いやもうちょっとあの10月10日ドラムの日で嬉しいのはあるんですけど、いろいろ企画があってね。はい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 、はい、いやだから嬉しいなって思ってるだけで、なんでドラムの日なのかちょっと把握しながら。ああで、11月11日がベースの日。それもなんでですか？いや、なんか4弦だから。4弦だから。そうそうそう。なるほど。じゃあ3月3日は足したら6だから、ギターの日でいいじゃん。なんこれ知らないっすよね。いやいや、これダベリレベルの話。そうですね、会話内容ね、会話の内容完全にね。これだってもうこれで EADT の話だったらさ、テンポ悪くなっちゃう、うん、完全に。どうします？ちょっとダベルします。ダベりますか？いいっすよ、全然。いや、そう、うん、確かに10月と毎日だからドラムの日だったら、毎日ああいう企画やってくれたらめっちゃ嬉しいのになって。あ、ね、なんかいいじゃん、ネットも盛り上がって、そう、みんなドラムの動画ね、普段上げない人もドラムの動画ちょっと上げてみようかなっていうの、ああいうのいいよね。そう、うん、特にあの企業さんが動いてくれたりするのか。ああ、確かに。そうね、嬉しいですよね、うん、そう、なんかジルジャンさんとかもっと日本人向けじゃないですけど、日本語の、うん、あのシンバルの比較動画とか出してくれたりしたら、それだけで面白いなっていうか、うん、買いたい人の参考にめちゃくちゃなるだろうなみたいな。ドラムの日からね、急に飛んで自分の要望になってる。いやもう完全に。まあでも、ドラム界隈を案じるね、こうドラマーの一人として、そう、ね、うん、いつかはそうなってほしいなっていう、という建前の欲望ですけど、ね、欲望やな、ね。まあ楽だよね、うん、機材買うのはかどるもんね。はかどりますね。その方が、うん、いやもう人生一番幸せな時間ですからね、ドラムの動画を撮ってるのはね。ああそう、いいね、楽しみね、楽しみね、楽しんでますよ。いいっすね。なんだこれ、なんだこれ。いや、なんか俺がすごい冷めてる人みたいになってるけど、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないんですよ。
まあでもドラムの日か。うん、いやだから俺そう今日さ、はい、EAD10 でちょっと動画撮ってもらうじゃん。はいはいはい、はい、まあ、俺が軽く叩くのを撮ってもらってそれをドラムの日だっつって上げてみようかなみたいな。うんうんうん、うん、そうそうそう、なんか勝手に思ってたりするんだけど、あ、じゃあ俺もアプリ落としてんで自分用の動画だけ撮ってほしいな、撮らせてほしいな。レックンシェアってやつですよ。レックンシェア、ありがとう。はい、レッカタカナ出てくる。あ、出てくるかな。 Wi-Fi 通ってないから死んでる。これ Wi-Fi ある。これここありますよ。本当にマジただの会話カメラ回ってんのマジない。あ、本当だ、フリーって書いてある。そう、パスワード、フリーなのにパスワード、ありがとうございますなんかでも前登録してたから入れたりしないですか。いや、お前した気すんだけどね。なんかこういうとこにさ、Wi-Fi の貼ってあるところは入り口でございます。やだ、めんどくさい。このウォーターシティフリー Wi-Fi 01って書いてあるんだけどさ、これめっちゃ怖いよねめっちゃ怖いよね、これね。その名前のね、いや、前ありましたよ、蒲田駅で。同じそのウォーターシティフリー Wi-Fi、うん、多分なんかの字がちょっと違うとかだと思うんですけど、同じの2個並んでて、やばいな、ゾッとしたことが。どっちかやばいやつ。そう、あ、そう、じゃあ後であのあれで、あれ送って。あれ、アンドロイド、アンドロイドです。なんすかこいつやってるよみたいな。エアドロップ使えねえじゃん。残念エアドロップ使えねえじゃん。いやー、おい、 iPhone、 ふざけんなよ。そう、ごめんなさいねいやでもそう、 iPhone 税多すぎません、ちょっといや iPhone でしょ、 iPhone 大正義でしょ、そんなだってまあ iPhone の方がいいじゃん、楽だよ全てにおいて。いやもう、あの Android なんてマニア向けのスマホですよ、僕から言わせれば。本当ですか。本当ですよ、初心者はみんな iPhone 使っときゃいいんすよ。ちょっと大丈夫ですか、戦争が起きますよ向こう側で。でもその代わり俺パソコンは Windows 派なんだよなるほどなるほど。そうそう、あの俺 Apple 信者じゃないんだよ。あ、 iPhone が楽っていうだけ、うん、iPhone は基本楽だし、はいはいはい、はい、あの何にしても高画質高音質、はいはい、うんうん、弱点が少ない、うんうんうん、非常に。でさ、今俺ちょっと世代新しく買ったんだけど、すごい逆に型落ちして、あ、 XR になってんだけど、うん、10R ってなってんだけど、はいはい、まあでもまあ使えるしね、音質画質とかそこら辺で、うん、全然。そこすごい高いって言いますよね今ね、 iPhone ね。そうそうそう、いやだ、3世代前のやつだよこれ、多分3、4世代前のやつだけど全然使えるからね、そこが強いのよ、うんうん、で俺が買った時なんて別に4、5万とかだからね。そう、全然いいじゃん。確かに。そうそうそう、だもう、あ、うん、iPhone じゃない？世の中 iPhone で回ってます確かに。いやでもね、そうじゃないと言えないんですよねそう、うちのバンドもね、全 iPhone っすよね。あ、いやだからなんかその気持ちは、気持ちというか意見は分かるわけ。そのなんか、はい、何に日本だけ iPhone がすごい流行って、 Apple がね、シェアが多くて、海外で言うと別にそこまでじゃない、やっぱ高級機器的な立ち位置だから、うんうん、みんなはやっぱ Android を使って、基本的に Android を使ってると、まあ、それはすごい分かる、うん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 、まあでもやっぱこうミュージシャンとかだと周辺機器とかも結構 iOS でやれるものが多かったり。まあそうですね、あのこうさっき話したレックンシェアもね、最初は iOS しか対応してなくて、うん、あ、 EAD10 の、 そう、あのアプリ、録音録画するためのアプリが、うん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 、それで一回僕手放してるんで使えなくて。ああ、なるほどね。そうそうなんですよね。いや本当そういうのが俺あるから、やっぱなんか Android が何かにつけて、あと、はい、な、あの優秀なアプリって、まあ確かに何かにつけて後になんか、そう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 、はいはい、それですね、 そのアプリですね。なんか行く、そういう気がしてて俺は、うんうん、そうだから、まあ、iPhone の方が早いし。なるほど。俺はやっぱ別に最新は追わないわけ、うんうんうん、今13とか出てるけど買わんし全然。なんなら今11狙ってるからね、11 Pro Max っていう、はいはいはい、でかいやつ。やっぱでかい方がいいですか。そう、僕最初確か iPhone 嫌がった理由、画面ちっちゃいからっていう理由で、あ、当時だから一番最初の方だから、なんだ機種はわかんないけど、はいはい、まあ、4S とか、4S とか、5とかぐらいの時ですね、うんうん、SE とか、うんうん、Android の基本的に画面が大きかった。そうだね、そうだね。そう、いや、だから、まあ俺はね、画面でかいというよりはシンプルにバッテリー持ちがいいっていう。 iPhone そんなにいいんすか。 iPhone のその11、11からめちゃめちゃ良くなってる。あ、だから俺この 10RXR に変えてから急に
バッテリー持ち悪くなってふざけんなって思ってるんだけど、だからすぐ変えたいんだけど、じゃあ今バッテリー持ちがいいやつ何狙うかっつったら 11 Pro Max、 11 Pro Max はまあ比較的新品に近いようなもの、でも8万くらいは手に入るかな。で、2日間くらいバッテリー持つから。マジっすか。マジでマジで普通にこうポチポチ遊んでてもすごいじゃん。めっちゃ持つでしょ。それはいいじゃん。2日間はでかいっすね。2日はでかいっしょ。2日に1回しか充電しないからバッテリー持ちもさ、バッテリーの消費も少ないわけ。そう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 。だからこうバッテリー持ちする iPhone は正義だとは思う。それ言われたら終わりかもしれないですね。何も反論できなくなっちゃった。全部、いや、なんかね、アンドロイドもすごいいいとかもちろん分かってんの、すごいカスタマイズ性が高いとかさ、いろいろやれるとかさ。でも俺もそうだけど、ライトなスマホユーザーはいらんわけよ。そうですね、普通に使う上ではね。そうそう、いろいろやれちゃうのが逆に面倒。うん、設定変えなきゃいけなかったりとか。だってさ、アンドロイドってさ、同じアプリのアイコン2つ作れるじゃん。作れますね。それが無理。どういうこと？いや、だからもうすでに手に入れちゃってるアプリをもう一回ダウンロードするか、インストールする可能性あるわけ。はいはいはい。うん、で、またできちゃったよとか。でもぐしゃーってホーム画面がぐしゃぐしゃになる、はい、未来が見える俺のように。整理すればいいだけでも。でさ、あとさ、ホーム画面なんかもあれ、そう、なんかもう壁紙に合わせたアイコンとかもできたりするじゃん。あ、できますね、確か。それがもう、いや、でも分からなくなるのよ、元のやつが何だったのか。っていうのに俺は最初ハマって、その母親がアンドロイド使ってたから、ちょっと使わせてっつって、じゃあちょっと設定とかしてあげようと思ったら、なんか同じアプリが2個並んどるやんけとか、もうそこら辺がめんどくさってなって、 iPhone はできないわけ。もう基本的にこう一つのアプリだから、まあ、あのもうインストールされてるものだったらアプリのこうね、取得するとこに行ったらそこを開くって出るわけ。インストールじゃなくてそのアプリ開くになるわけ。あ、これもう入手してるんだ、なるほどね。整理がしやすいわけ。シンプルで整理がしやすくてもすごいごちゃっとしない。なるほど、なるほど。そこはいいってことっすよ、iPhone は。うん、基本的には。なるほど、なるほど。うん、まあ、でもパソコンは Windows がいい。パソコンはそうっすね、今ね。コスパが圧倒的に違うから。うん、ちょっと、Mac は。Mac 高すぎでしょ。あれはちょっと、アホでしょ。おかしいかなって思いました。全く同じ性能でその値段差ないで。デザイン量えぐくないみたいな。まあ、あの、ほら、ギターでいうギブソンと同じでロゴから音が出てるじゃないですか。怒られちゃう。それはもう。大変ですよ。そんなこと言ったら大変ですよ。いや、まあ店員さんが言ってたからそういうもんなんだろうなと思って、僕は言うな。そういうこと言うから、なんかコレクターみたいなやつはダメだみたいなさ、なんか最近ツイッターでちょっと思ってたんだよね。あ、なるほど。なんかコレクターになったら下手になりますよ。あ、言ってましたね、そんなあったな。なんかギターのやつするせでもね。そうそうそう、そういうのあったけどさ。いや、でもさ、まあ、コレクターとかああいうマニアックな人がいてさ、そこに大量に資金を投入してくれる人がいるから音楽業界も持つ側面あるしさ、なんか、まあ、ギター上手くなりたければコレクターになるなみたいな言い回しだったと思うけど、わざわざ言わんでよくないとは思うよ。うん、確かにね、うん、別にだからコレクターで上手くない人がね、上手い人がいないわけでもないですし、もちろん、間違いない。もちろん、そうそうそう、ね、なんか方向性が違うだけで、なんならね、その場合によってはその単純に上手い人よりも、うん、ギターに対しての、ね、情熱とかに関してはね、うんうん、なんか違う要素で強かったりとかみたいなことはあるんじゃないかなと。それはあると思うし、はい、思いますよね。なんか俺がすごい好きなのはね、ギブソンのレスポールで、はい、なんか青いカラーのやつがちゃんと出てたやつあったんだって。はいはいはい。でも普通めったにお目にかかれない超レアものなわけ。レスポールのフェイフ、あのシェイプというか、あの色、カラー、カラーがブルーのカラーのレスポールってのがあるわけ。はい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 。ギブソンから当時出てたそのヴィンテージのもんで。あ、ヴィンテージ品で。ヴィンテージ品で、そう、昔出てたやつでブルーのカラーのやつがあったって、本当に少量しか生産されなくて、すごいか、まあ、価値も高いだろうし、それを収集してる人がいるの。あ、それだけを。青いレスポールだけを収集してるすげえマニアの人がいて、いそれすげえなと思って。でもね、やっぱかっこよく見えるんだよね、そのブルーのレスポール。うん、なんか欲しくなっちゃうなって気持ちもわかるしね。わかるわ、そこに見せられた人がいるなっていうのもあるし、で、まあ、その人がギターの腕どうは知らんよ、見てないし、わかんないから。で、あとは昔あのドラムのなんか専門店に、あの秋葉とかにあるような、はいはい、ああいうドラステみたいな、ね、そう、ドラステみたいなとこに行った時に、そのなんかちょっと
名物店員さんみたいな人がいて、はいはい、誰だろう。で、まあ、あの、まあ別になんかその人がどうこうじゃないんだよ、まず前提として、はいはい、で、まあその人がいて、まあその人からなんか多分いろんなこう、いいヴィンテージのスネアとかなんかいいスネアを買いたいなっていう、なんかそういうお客さんが多分いるんだよね、うんうんうん、で、その人がその人ってそのお客さんの方よ。あ、はいはい、明らかに、まあ、コレクター的な人、うん、あんまドラム叩くのがスキルがあるうんぬっていうよりは、まあ、そういうコレクター的な要素の明らかに強い人、うんうん、全然だってもう思想ルームに行ってさ、でなんかしないけど思想ルーム開けっぱなしなわけで、スネアをパンパンパンとか、あとなんかドンダンドンダンとかって叩いて、はいはいはい、そんな感じで叩いて、いやー何々さん、これすっげーいい音だよってすげー感動してるの、その人あのでもすげーなと思って、で、まあそう当時はね、はい、当時はまあ俺もまあそのなんか、まあちょっと視野が狭かったりとかちょっと尖ってたというか、うん、なんか上手い人じゃないとそういうのさ、なんか分かってんのみたいな風に心の中ではちょっとあって、はいはいはい、それはそうさ、うんで自分がね、バリバリドラム叩いてね、上手くなろうみたいな時期なんだからさ、思ったけど、今となれば、いや、いいよな、いいドラムの楽しみ方してるよな、この人、うんうんうん、自分が上手いとか下手とか関係なく、やっぱその一つ一つの音に感動できて、うん、楽しんでるよな、この人っていう気持ちに慣れてきたのよ、最近は、はい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 、と思うと、別にわざわざその人をディスる必要ないわけじゃん、そう、根本の、ね、根っこの部分で、うん、こういう人いるからさとかさ、いやダメだよねとかって笑い話にするとかさ、そういうのないよなって、まあもちろん俺もそれをその人 見たことを別にわざわざ他の人に話して笑い話もしなかったしね、当時でも自分の中でなんだよって思っただけで、不思議な感じはありますよね。そうそうそう、自分たちがその叩いて上手くなる方面で頑張ってるものに対して、そこじゃないものに価値を見出してる人っていう人がいて、で、うん、なんか別にそれがあながち全てにおいて間違ってる気もしなかったんだよね、多分当時。だからなんかそういう側面もありますね。こういう世界があるんだっていう感じ。うんうんうん。うん。だからそれは別に俺がわざわざ否定する理由もないし。確かに確かに。だからその世界が当時の自分にあまり理解できなさすぎて、心の中でなんだよって思ったかもしれないけど、うん、まあでも考えれば別にね、そんなの何も悪くないじゃん。うん、でその人がさ、そういうスネアをさ、買ってさ、30万くらいだったと思うと、それ。羨ましいっすね。なんだろうね、30万ですね。スネアか、まあ、おそらくベルベラスかベルベロンズのね、いいやつだと思うんだけど、そういうの買って感動して、ねえ、いいじゃない。はい。いいじゃない。いいと思いますよ。何にも悪くないですよ。なんだろう、僕もそっち側ですもん。未だに、下手したら。いや実用するタイプのね、あの、集めるオタク、コレクターなんですか、まあ、だったりというか。うん、今日も変なの持ってきてますし、今日いっぱい変なの持ってきたね。面白いね、後でね、まあそう見せてもらいますけど、別の動画でね、多分、うん、そうなんだよね。いやなんかね、俺もさ、ベルブラスとかベルブロンズの音めっちゃ好きなんだけど、うんうん、でも重くて持ってかないなっていやまあ、そうっすね、音超好きでさ、使いたくなるんだけどね、なんかもう、あの俺みたいに今いまだに個人でね、やって、うんうん、こうスネアとかにこうガーってもね、こう自分でケースでこうやって持ってさね、電車に乗っていくような人間にはちょっと合わねえなっていう感じ。まあ、そうですね、僕もだって今回それであの前に紹介したブラックビューティーの 14×8 じゃないやつ、うんうんうん、今回移動のしやすさに結構焦点を当てて機材を選んで、あーなるほどね、とかだったり、まあごめんなさい出てこないものの話を永遠と、まあまだ出てきてないけどそう、まあね、そっか、いやそうだね、うん、だから何かしらなんかこう炎上じゃないけどさ、なんか自分と違う立場の人間を貶めて、なんかね自分の地位を高めたいのか、分からんけど、何を理解できないものに対してね当たりが強い。そうそうそう、理解できないなら理解できないままで言わなくていいじゃんっていうのがやっぱ前提にある、うん、あるんですよ。理解できないのは理解できない自分にも責任はあると思うわけ。うん、それはどんなマニアックな分野だろうと。ね、まあ、ある種のね、知見の狭さというか、そう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 だと思うんですよ。別にね、何に対しても視野を広くあれとは言わないよ。まあそうですね、別に、うん、逆にね、ね、知見が広くなきゃいけないんだではないけど、はいはい、うん、わざわざ敵を作るような発言するかね、
とは思っちゃうし、それで誰が幸せになるのっていう。いやまあまあね、自分は言っててちょっと俺言ってやったぜ感もしかしたらあんのかもしんないけど、しんないけどね。うん、でもその他大勢はそう思わないしさ、うんうんうん、なんか俺は逆に信頼度下がるんじゃないかなと思うけどね、うん、いちいち晒すような真似って。俺も変な DM とか変な LINE とか人も晒したことないからね別に。だってそういうの晒すと、あ、この人そうやって自分に気に食わないことがあるとすぐ晒す人なんだっていうレッテルがつくわけ。逆に自分の価値下がるわけ。はい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 。まあ、それ痕跡が残りますもんね。そうそう、あ、この人こういうことやったんだから。そうじゃない、ね、普通の善良な人も、うんうん、なんかこういう DM 送ったらもしかしたら失礼と捉えてなんか晒されそうだな、嫌だな、でもうその人に送らないって可能性もあるわけじゃん。なるほどなるほど。だからそういうのを晒すってことは普通に信頼度が下がる、自分、うんうん、自分の、うん、うん、と思うから、もうそもそも晒すって行為がかなりリスキーっすよね。リスキーだし生産性ないですよ。そう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 、あんまり美味しいことがない、うん、そうなのよね。まあだから分かんないけど、やっぱ自己顕示欲的なとこになるのかな、わかんないんだけど。 あとはあるとしたらあれじゃないですか、晒してる自覚がない。晒してる自覚がない、なるほど。なんかそれをするのが基本的なことというか、あ、特別な感情を抱いてない、うんうんうん、日常のツイートと同じ感覚で、うんうん、こんなの来たんだけどっていうみたいな、あー、ウケるみたいな。そう、友達と晒してるくらいのノリでやっちゃうんだね。まあなんかぐらいかなと思って考えられるのが、うんうんうん、それも相当なんか珍しい感じですけどね。そうだね。いやなんかもったいないんじゃないかな。その考えはいいっすけどね、別に人は人様のことなんで人様のことなんでいいっすよ。それはそれはいいんだよ、もちろんもちろん、あの大前提、うんうん、ね、わざわざ何か何俺が何切るじゃないけどさ、世相を切るみたいな、ね、それこそそれやっちゃったらね、コレクター切ってる人と同じになっちゃうからね。そう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 、なんか俺が物申すみたいなさじゃないんだけど、まあでも なんかせっかくちょっとその俺の中のモヤっとした体験談を話すんであれば、なんか誰かの学びになればいいなじゃないけど、あ、なんかね、ちょっとね、そうそう、生産性をちょっと出していきたいなみたいなのはあるから今こうやって話してるんだけど、それ誰かを貶めたいわけではなくて、基本的にそういう意見全般に対してはね、俺はしないんだけど、なぜならっていうところなんですよ、うんうん、シンプルにね。なるほど、そう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 、まあ、すごい思いますよ、炎上するような界隈とか発言とかものに対しては、うんうん、まあでも炎上するってのも、まあ、悪くはないというか、あの、はいはい、見方おかしいですけど、はいはい、あの炎上するぐらいみんな関心のあるコンテンツなんだなっていう。ああね、そうだから、確かに、まあ、なんかその悪意があってね、特定のものを潰そうとして炎上するタイプのものとかはあんまり嬉しくないですけど、そうね、あのなんか炎上すらしないような規模のコンテンツの中の存在を知ってたりすると、確かにやっぱりそう、人からね関心が集まって炎上するだけの人がまだいるってなったら、それちょっと個人的にはある種の安心じゃないですけど、あ、自分のこの嫌なことに対してここまで怒れる人たちがいるんだなというか、だからその人たちはあの、まあ多分関わってるっていうか、その当人たちからしたらすごい大きな問題だと思うんですけど、あの同じ界隈だったりとかにいても自分からしたら、そのあ、こんなにこれに必死になれる人がいるんだなっていうのとか、逆になんかそれに対抗する意見なんかあっても、あ、やっぱりこういう強い意見持ってる人もいるんだなっていう風になって、僕はそれ結構嬉しいですけどね。うん、そうね、まあ物議を醸し出すってことはやっぱ考えるきっかけにもなるしね、うんうんうん、俺もやっぱ今回そうだったし、ヒートアップしちゃうとちょっとあれですけどね、うん、まあ考える、そう、俺もだって、ね、普段わざわざコレクターの人がっていうワードすら思い浮かばないから、うんうんうん、そういう人たちに対してどう思うかみたいな考えすら思い浮かばないから、改めて自分ってこう考えてるなみたいなのを思えたのは良かったけど、それはいいと思ったのはでも自分なわけじゃん。まあそうですよね、確かに、うん、そう、まあまあそうだね、まあだからそれはいいと思った自分がラッキーだなって思えるくらいなんだけど、うん、まあ、だからその炎上ごとに感謝はしないけどねなんかわかる、言いたいこと。わかります。なんかわざわざ感謝してたらさ、来るたびによっしゃってなるじゃん
もっともやろうじゃないけどさ、なんかちょっと言い方悪かったかもしれない。いやいやいや、ごめん、違う、そうそう、いやでもその言ってることはわかる、言ってることはもちろんもちろんその通りだなと。だからそれも気づきはあるし、でもそれをさ、キャッチできるアンテナがあるのは自分なわけじゃん。まあ確かにそうですね。そうそうそう、それをキャッチできないアンテナの人だったらやっぱ一緒に燃やすわけじゃん。まあ、食わりに行きますよね、あの水かけに行くか油かけに行くかわかんないですけど。そう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 だから、まあ気づけたから俺たち良かったねっていう話で、まあ逆に終わるのかなとも思うわけよ、まあ確かにね、巻き込まれたらもっと違う対応になったりするのかもしれないけど、そうそうそう、現状だとそうですよね。なんかね、なんか別に、はい、何度も言いますか、誰か悪くね言いたいわけじゃないんだけど、なんかそういうね、もやっと体験談ありますね、人生ね。他のジャンルでもね、そのなんか今回さっき一番新鮮なギターの話でしたけど、他のでも例えばなんか僕知ってるのは、あの本あ、コレクターさんの違いとか、古本を集める人とかって読まないらしいんですよ、あれ。へぇー、あのなんか初版本のここの5色に価値があるみたいな。あー、エラーコイン的なノリ。そう、ノリノリ、まあそうですね、そういう感じで集めてる人もいるらしくって。へぇー、知り合いがそういうやつなんですよ。はい、で、なんかそれを他の本好きから叩かれたみたいな話をして。叩かれるの？そのわざわざ。いや、なんかへー、叩かれるんだ。そう、僕も同じこと思ったんですけど、やっぱりどこでもあるみたいですね、そういうのはね。だからなんか少々じゃないけど、まあまあそう、まあそのさ、なんか本なんだから読んで、読まなきゃ意味がないでしょ。読んでお前は何も学んでないのかと。読まないってことはね、そう、本というこう知恵の書の ね、そこから何も、ないよねみたいな、何も恩恵を受けてない、お前は何も成長してない人間だなみたいな風に思うわけだ。うん、知らんけど、なんか、もうもったいないですよね。またさっきの話に戻りますけどね。そうなんだよね、人の趣味嗜好に何か言おうってこと、なんかそう思えること自体が俺は随分おこがましいと思ってしまう、自分はね。あ、人の趣味嗜好、あ、こういう人もいるよねで基本終わらせたい、うんうん、よっぽどこっちに迷惑かかんない限り。まあ実害が出てしまったら話は別ですけどね。そう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 、あのこっちに来られちゃったらもう対応するしかなくなるから、うんうん、それはもうしょうがないんだけど、来ない限りはわざわざ言う必要もない。あ、そうですね、こさまつなことだと思うんですよね、自分の人生においては。まあ、ね、間違いない。ね、あ、そういう意見の人もいるんだなって、はい、ね、10月10日、ドラムの日ね。